T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。今回は4つ目のダンジョンに潜ってみようと思ってます。多分ここが最後だよね。はい。その後ラスボスのいるラストダンジョンはあると思いますが、普通のダンジョンとしてはここが最後だと思います。じゃあエンビンの代わりにリーガドインにしたので、MP を5も使いますが活用していけたらなと思います。それじゃスキルなどを確認したら向かいましょうか。ディスのかまど。ディスイズかまどってことか。違うから。長。思いっきり踏み込んでくるから長いな。っておい。スタート直後にこれはさすがにまずい。上を進むのは無理そうね。普通のジャンプで頭がごっつんこです。何その表現。このムチの攻撃力でも3発とは。あ、そうだった。上からも下からも油断できないんだった。だから囲まれてると脅威だよね。避けるのが困難です。一旦上に出させて。ここまで来れば安心。下にあるね。さすがにあれはチェックした方が良さそう。だけどここから降りると足に穴が開くし。いや、途中でジャンプすればいいか。って落下中は無理だよね。そうだよね。何をやってるの。普通に左から降りればよかった。お、例の古文書か。特に有益な情報ではなかったかな。ブレモリーってことだけは分かったね。これって光った瞬間だけダメージ判定があるのかな。多分そうだね。これがまた一瞬だからと思っていると、なぜかちょうどのタイミングで突っ込んじゃうんですよね。あるあるだけど。結局瀕死だけど大丈夫かな。そろそろケーキが欲しい。一方通行か。ギロチンだけど上に乗れるんだよね。見た感じ乗れそうだけど怖いですね。さすがに引っかかってやられるのもなんだし回復しておくか。これで落ちたりして。え、縁起でもない。あ、別にフラグ回収しなくていいんだよ。結局一番怖いのは落下なんです。ああ、ここがさっきのところか。戻るとき用かな。多分そうでしょう。戻ってこれれば、の話ですけど。なぜ急にホラートゲの先が当たっているようにも見えますけど、足つぼくらいで気持ちいいかな。そんな。うーわ、なんてところに。しかもヘッド、黄色いから石化するやつだ。あ、そっか。こんなところで石化なんてしたら危険すぎます。違う。ギロチンだと一撃なんだ。トゲは大ダメージで済むのに。さすがに見た目の凶悪さが違うからね。ここまで苦労して取ってもこんなものですよ。キャン。石像。まあ一度は見てみたかったけどさ。アルカードみたいに魔王の姿とかそういう遊びはさすがにないかな。あれはアルカードだからこそだもんねー。下手にジャンプするのが怖いので慎重に。だから
そんなぁ。ここだけでめっちゃやられてるね。さすが4つ目のダンジョン。ここまで我を追い詰めるとは。なぜ急に魔王ブル。落ちてよかったのかい。残ってるってことは、レッドスケルトンタイプだったか。復活するね。下にデーモンがいるし、あまり気づかれたくないなぁ。ちょ、登る気もなかったなぁ。ずっとうまくいってないね。なんか噛み合いません。斜め。そのパターンもあるのか。新しいしかも。ここは楽しよう。結局これが安全なんだよね。一番楽で安全です。おお、これは嬉しい。やはり足りてないアイテムを出してくれるのかな。優先的に出る感じかもね。強いけど真横に斧を投げるだけなら怖くない。まあ正直ね。扉か。右も気になるけど、さすがに入っちゃおうか。これ以上ダメージを受けたくないし。ボスかな。ああ、ボスっぽい。溶岩か。あれ、出てこない。違うんだ。いや、やっぱりボスっぽい。一回ペイント。グレモリー、笑いながら登場か。悔しいけど強敵なのは間違いない。どうせワールドは効かないし、目もいらないでしょうね。今ので1ダメージなの。連続で当たらないとそこまで強くないね。もうどうせ MP が足りないし、一回これを出して終わりか。本人には当たらないっていう。やっぱり三日月攻撃が邪魔なんだよな。そこはまずいね。逃げる場所がない。結局一番下にいるのがいいのかな。まずこの三日月をどうにかした方がいいね。ただ5秒くらいするとまたすぐ出してきますね。お、今のいいな。で、それ怖ぁ。うん、三日月が出現した時のドミニクの場所に飛んでくるから、そこからステップなどで動けば避けられますね。ほんとだね。頼む、降りてきてくれ。嘘。あとちょっとだったのに。むー、こうなるとポーションがないんですよ。そうか、使った分は戻らないからね。足場で突きが防げるかと思ったけど無理でした。そうだろうね。自分が乗って攻撃、と思ったけど早々に諦めました。邪魔すぎです。むしろこうなったら邪魔だよね。今すぐ消したい。うん、コツを掴んできたぞ。ボスを攻撃したいのは山々だけど、なるべく三日月優先で、まずは勝ち消すことを考えます。ちなみにアクセラレーターでまとめて壊そうと思ったけど無理。1個目で弾かれて終わりです。無知かサブで消すのがいいのね。できれば無知でまとめて壊せれば理想です。そして一発か2発入れていければいいと。このちょっとの得を積み重ねる感じの戦闘です。
確かにいい感じだよ。あとちょっとで勝てそう。ポーションがないから慎重にならざるを得ません。再出現が早い。終わりだー。やったね。これかー。ワープっていうか瞬間移動だよね。来たスキルだから MP はいらないけど、横を押して R2 ですよね。全然出ないんですが。え、なんで R2 が効かなくなってるのかな。せめてセーブしてからいろいろ試したいんだけど、ここって使えないといけないんじゃないの。ほんとね。おかしいぞと R2 から R1 に変えてやってみたりしてもダメで、一旦セーブして再起動してみようかなと。とりあえずここを抜け出すのが先決です。どうしてできないんだろう。いやー、お恥ずかしい話ですが、単純な私の間違いなんです。また後でわかりますけど、とりあえず使わなくてもいけるのか、それを確かめましょうか。死活問題だからね。それにしてもボスの後がこんな感じとはね。全然気が休まらないね。めっちゃ壊せるじゃん。ああ、でも下を壊せないのか。うん、まあいいや、そういうのは。とにかく外に出たい。天井をすり抜けられるのは大きいよね。実はそうなんです。これでも壊せないのか。あ、そこがゴールかな。うん、やっぱり出ない。そこを壊したら古文書が出たのですが。落ちちゃったの。ただ消えてはないと思います。よかったー。え、これってドミニクがここから戻ったとしてもダメってこと。そんな救いはないのでしょうか。ああ、ここか。一応戻ってこれたんだ。しかもディメンションシフトを使わなくても取れるのね。よかったここも下からなら通り抜けられますからね。オッケー。ということでなんとか無事に脱出成功。よかったね。さあ、じゃあセーブしていろいろ試してみよう。と、一回再起動までして試していたら、そう、最初からわかってた方はわかってたと思いますが、ボタンじゃなくてレバーの方でした。L スティックを倒してたんだけど正解は R で、R スティックを横に倒して R2 ボタンで発動でした。そうだったんだ。本編のように方向指定もできるから、真上や真下にも空間があればワープできます。なるほどねー。さすがにこれを手に入れたら全ての場所に行けるでしょうね。ということで次回はまた少し探索してみましょうか。お楽しみに。ノッタン。また見てくれたら嬉しいな、ノッタン。